喋らんな。山田肝硬変って言ってた。俺が肝硬変な。どういうこと？肝臓多分まだ大丈夫やで。まだな。なんか BGM だけ入れとくか。うわ、どうしよう。ああ、また無茶苦茶、まあ言ってそうやけどな。まあどっちでもいいよ、別に。わあ、変な時間に起きてもうた。今2時半やろ。お、やばいわ。どうしよう。そのまま用意していくか。ああ、やっぱそのまま用意していく以外もう起きれる気せえへんわ。え、髪切ったよ。髪切った。ちょっとだけ切ってきた。そんなバッサリは切らんやろ。女子じゃある前に。ああ、そう、始発で行く。いや、お前らな、いや、終わらんわ。今つけたとこやろ。おお、な、いつの時代よな、そんな。あ、うん、刈り上げた。うわあ。予定狂った。あきこママのとこ行く行かへんで別れる別れへんになってんのにさ、あ、別れる別れへんで別れたのに、あ、かけようか、ゆみきちゃんな、まやな、電話するわ。ゆみきち、え、着信音変わってる。え、弓吉の着信音変わってる。八尾鶴橋大阪乗り換え、うわ、バリめんどくさいやん。あれ？解約された？あ、変わってた。え、一回やってみる。ブロックチェック行ってみる。いや、されてないと思うけどな。ちょっと待って、ブロックチェック行ってみるわ。あ、ホーム。まあ、でもさすがにされてないと思うけどな。ホーム。あれ、どうやったっけ？スタンプか。スタンプ。スタンプ、これか。これで、プレゼントする。え、弓吉。あ、大丈夫。ブロックはされてない。ブロックはされてないわ。ちゃんと、コインが不足してますになってる。うわ、気持ち悪いの、ついにやめてんや。か、あるいは、言ってた通り、携帯解約なったんかな。え、LINE って、携帯解約になったら、着信音の設定普通に戻るとかないの？それはさすがにないか。え、どっちやろ？あ、それはない。あ、ほんと、任意で変えてんや。マジか。ゆみきちゃんも大変やな、ほんま。一生、みんなのあれやな。あ、バックアップしてたらそのまんまのはずね。LINE ミュージック払えなくなったとか。あー、サブスクの料金引き落としできんかったとか。いやー、わからん。ゆみきちゃん携帯止まってそうやけどな。あ、無料アイテム。ありがとうございます。あー、小耳に挟んだ話というかさ、青さんとゆみきちゃんって会ったって言ってたやろ。あ、会ったって言ってなかった？え、あったって言ってなかった？言ってたはずやねんけど。会ってるはずやねん。1日か2日か3日ぐらい。ああ、やろ。せやろ。で、その直前までの、弓木ちゃんさ、まあ、アホやからさ、嬉しなってもうてさ、青さんとの LINE のやりとりのスクショを、まあ、2人ぐらいに送ってんねん。そういえば。
あ、アホやから。で、青さん、あれやろ、LINE のトーク履歴消してたやろ。もう俺、大体なんでか知ってんねん、ほんで。なんでか知ってんねん。そう、別に青さんもさ、そんな変に隠さんでもいいと思うねんけどさ。まあ、一応、俺が見て、覚えてる範囲やけど、通話も挟んでとかやけど、何？まあ、色恋じゃん。色恋じゃん。色恋じゃん。だから、ゆみきっちゃんは、その当時、付き合ってるという認識やったはずやね。ゆみきっちゃん側は、ちゃんと付き合ってるぐらいの感覚やね。で、それを嬉しなって、まなみに話す。今、あおさんと、こういう感じで、みたいな。で、親切、丁寧に、いや、家かくまってるは絶対ない。それは言い切ったるわ。それは絶対ない。そう。いや、でもな、そういうやりとりで言うと、ユミキちゃんバリグイグイ、バリグイグイ。で、アオさんは、なんか、まあ、みたいな。まあ、みたいな。で、ユミキちゃんは、ある時に、アオさんに電話で聞いてんねん。私たちの関係って一体何なの？みたいな。付き合ってるってことなの？って聞いたら、まあ、そういう感じちゃう。みたいな。っていうことがあったっていうのを、ゆみきちゃんアホやから2、3人に話してんねん。これ割とマジやで。割とマジやで。で、ここからは考察やけどさ。で、まあ、だいぶ課金してくれてるし、まあ、青さんからしたら客やん。もう、感覚ホストやから、やっぱり、青さんって。まあ、一回会っといたら、もうちょっと資金突っ込んでくれるかな、みたいな。で、まあ、多分ちょっと会って、ただな、これは絶対ない。俺自信あるわ。これは多分ないと思う。なんでって、ゆみきちゃんってアホやから、これやってたら絶対言ってんもん、誰かに。で、絶対に、俺の耳に入ってるから、やってるは多分ないと。ない、絶対ない。ただ、まあ、なんか、隠れて、内緒で会ったりとかは、ちょこちょこはあったんかもしらんけど、青さん側には多分気ないと思う、多分。LINE 今日消したのは多分、まあ、ここも考察やけどな。まあ、多分、課金どうのこうの、アイテムどうのこうの、のやりとりがあったから、まさか言うたら色恋の痕跡があるから、その色恋の痕跡の中に、付き合ってる付き合ってないの文言があったから、消さざるを得へんかったみたいな。わかる？他のリスナーさんとかにも多分同じことしてはって言うたら、それ見られたら 困るよ。死活問題じゃん。という、俺の考察です。多分そうやと思う。だから、ほんまに多分肉体関係とかは絶対ない。わかんねん、俺。ゆみきちゃんアホやから、やってたら絶対やったって言うから。誰かには絶対話してまうから、言うたら。私さ、青さんとエッチしてさ、みたいな。なあ、山田、聞いてや、青さんとエッチしたんやけど、とかって言うもん、もうゆきちゃん。だから、セックスはしてないけど、まあ、その色恋の過程で、付き合ってる付き合ってないの、多分文言が残ってたやと思うね、そこに。だから、まあ、消したんじゃないかな。って考える。だから、青さん、次終わったら、俺んち来たらいいね、俺んち。俺んち来たらいいね。いや、抱いてはない、絶対。あれははぐらかしてるだけやと思う。俺、肝硬変じゃないよ。肝硬変の人って、もう、顔どす黒いで。目も黄疸とか出てるし。これが考察です。
俺が肝硬変って言われてんの。ちゃう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 でちゃうで、うん、ないで、うん、いや肝硬変やったらさあれじゃない、 もっとあれじゃないか、うん、ほんまに肝硬変の人に申し訳ないわ。あちっち2枚ありがとう、パンを出す、うん、あ適当に山田君、いやでも合ってると思う、だって俺リアルタイムで聞いてたから、その弓吉ののろけ、うん、あの弓吉アップアップなってる中で、うん、うわもう金やべえわ金やべえわってなってんのに、あいつのろけ話してたからな、うん、リアルタイムの時に、うん、ちょっと俺別れたって、別れたって、あ関係ない忘れてた、別れた別れた、うん、ちゃんとお別れしたよ、うん、誰か抱こうか、誰か抱こうか昨日から言ってるけど別れたってちゃんと、うん、ちょっと リアルに別れたって、うん、ちょっとな、でもなんかさ寝て起きた時にな、なんかあの切なくなったけどな、うん、あ俺今日から一人で生きていかなあかんねやみたいな、でもイギリスとは攻め立てた時ちょいちょいかばってたのは課金してたから、あのんのんバカ95、考察が甘い、今も課金してるからわかるやろ、わかるやろ、ほんま見てるぜみんなアホな、今も裏でズブズブでつながってナウで課金中じゃもうわかるやん、もうわかるじゃん、そんなもん決まってるやん、どこからその金が、いやでも俺がそれ思うのはアルティマ、いやほんま申し訳ないけどアルティマ名義の携帯のキャリア決済の上限までやわ多分、うん、と思っております、俺は今のところまあまあいい線いってると思う、うん、アルティマ名義の携帯があるから、うん、キャリア決済の上限までは投げれるから言うたら、でさ、あんだけちゃうこと拡散されてたらさ、ぐいぐい前に出てくる弓吉から何も今連絡ないね、もう答え出てるやん、うん、抱いてもらえた、あ課金してください、はい、うん、抱いてもらえたでしょ、もう課金してくださいガンガン、うん、だからそうかばったんですよ、はい、うん、あおさでも俺と同い年ぐらいやったからな言うたら、いやまだされてないと思う、 まだ多分解約されてないと思う、多分俺が今かけてる LINE がアルティマの携帯やね、うん、解約されてない、あなんかそうやんな、うん、あ青くん俺んち置いてや、俺んち、うん、俺やったらまるっと解決できるで言うた、ま丸く収めれんで、うん、うん、新しい携帯の方は知らへん、繋がってないけど誰かに見せてもらってんけど、俺私が繋がってる LINE 山田のと違うねんけどって言って誰か少し送ってきてたから、うん、もう一度あんねやろ、うん、解約しない理由、だからあれやん、この間の、まあ、ここからも考察やけど、ここからは考察な、考察やけど、この間の一件でアルティマは恋心を寄せてたもう一人に振られてん、うんうんうん、弓吉ちゃんともう一人おったやん、アルティマ、あの恋心恋煩いしてた、この間の一件であの子に振られてん、うん、わかる、振られたんだよ、で今多分弓吉に戻ってる、うん、じゃあもうあるわかるよな言うたら、うん、じゃあもうわかるやん、うん、ゆみきっちゃん、アルティマだよ、もうスマホ使ってていいからね、キャリア決済の上限までなら使ってていいからね、僕の名義だから心配しないで、うん、分かったわアルティマそれで青さんに投げるね、分かったわアルティマ、アルティマカービィアカウントのことは黙っててや、アルティマ、これです、これです、もうアルティマな、や山田とかから攻められたらしんどいやろ、 LINE も一回消し、うん、
LINE もふわっちのアカウントも一回消し、うん、で雲隠れアルティマ、うん、今ここやね、今ここやね、カービィ確定確定、俺裏で聞いたもん、うん、そんなあれやで、あのもう確定だって、まなみとゆみきじが電話で喋ってんのを俺聞いてたけど、もうカービィ確定やったもん、言うたら。ほんで、その会話の流れからな、その会話の流れから、あの、青さんがカービィアカウントゆみきじっていうのは 100% 知ってる。うん。これはもう確定。これも確定でいい。うん。うん、で、喋ってんの聞いてたからな。え、あんつぶ行く？うん。なんであんつぶ行く？なんかあんの？いやー、それは荒れちゃう。やっぱ荒れちゃう。加工入れまくりの顔と胸元にやられてんちゃうか。まあなんかこの件に関しては多分、弓吉が出てきてなんか言及せえへん限り多分何も進まんわ、絶対。うん。でもな、もうそろそろ、あの、カービィ資金枯渇するけどな。もうそろそろ。ちなみに枯渇するけどな、俺の見立て、うん、もうあかんわ、うん、もうそろそろチェックやわ、うん、でもな、ここでちょっとやっぱり新岡キャッシュがな気になってくんねんな、なんかまだ腑に落ちひんとこあんねんけどな、うん、眉桃七キャリー香川さん、いやええよもう、そろそろやばいと思う、多分そろそろ、うん、ありがとうございます、ブルーアイテム、うん、よいしょ、あ、おはよう、うん、よし、ホワイトボードにまとめるか、よいしょ、うん、もう俺が振られたはええよな、うん、もういいよな、お別れしたよ、これよりもう一個の方が消しやすいな、あ、これやな、これだわ、 こっちの方が消しやすいわ、やっぱり、うんうん、よし、まとめよう、うん、まとめていこう、あ、おはよう、え、フォロワーランキング1位また消える、いや今月消えてへんけどな、そういえば。あ、せやね。あ、なんか暗い。ちょっと待って、電気つけるわ。今月な、消えてないね。フォロワーランキング1。ありがたいことね。うん。東京行く前、ゴミだけ捨てていきや。あ、ほんまやな。ゴミ出ししとく。ちょ、さっきゴミ出していい？俺絶対忘れるわ。さっきゴミ出していいですか？いや、N 社長は消えた。うん。うん、ちょっとでも別にフォロワーランキング1位とかじゃないから、東京だからもうネアンと行こうかな、ね、ネアンと始発飛び乗ってで向こう行って睡眠とって、うん、しかなくない、みんなで新大阪行く、うん、部長山田計画的にやるのうまいであかんわ、え、どういうこと、計画的にやるってどういうこと、何を、え、N 社長消えたよ、そら、うん。いやいや、アカウントとかはあるかもしれんけど、うん。連絡を別につけよう思ったらつくけど、もうあれちゃん、出てきにくいやろ、多分。いや、ゆみきち終わってないな。今からやな、言うたら。いや、今からまとめるけど、さっきゴミだけだったし、ニカさせてくれへん。ゴミだ。ゴミがゴミ出すねんな。ああ、今日から一人で生きていかなあかん。ああ、今日から一人で生きていかなあかん。もう家のことマジでやってほしい。いや、俺、青さん詰めへん。だって別に悪いことしてないもん。うん。あの、その見られ方はキモいことしてるけど、別に悪いことしてないよ、青さんって別に。うん。うん。
延長台パオン、あざす、オッケー。あ、延長台ありがとうございます。もうの人ありがとうございます。ちょっとゴミ出しに行く、さっき。うん、悪いことしてないよ。よいしょ、ちょっとゴミ出しに行ってきていいですか。明日月曜日やからさ、家のことしに行きましょうか。え、76号さんが線香さんですか。え、線香ちょ、マジで掃除しに来る。掃除っていうか、無理か。うん、いやー、花屋さんにしてもらうは悪すぎるやろ。え、キミ君も別に悪いことしてないよ。なんでみんなほんまあれやな、人のこと詰めるの好きやな。うん、キミ君も別に悪いことしてなくない、言うたら。うん、割となんかあの正義感持って いろんなこう何と取り組みしてたと思うけどな、言うたらこういろんな思い入れあってさ、うんうんうん、待ってな、ゴミだけ出すわ。はあ、見て俺がゴミ出してな。どこやったっけ、ゴミ出すとこ。ここでいいんかな、ここで。よいしょ。他の部屋にゴミは残ってるな。うん、せやな。あ、家が変わってる。あ、そうですね、家は変わってるっすね。そこから青くんリスナーさんね、そんなんさあ、枠見てたらわかるやん。枠見てたらわかるやん。おう、そんなさ、普段10人やそこそこの枠でさ、繋がってないのにアイテム飛ぶわけないやん。考えろよ。おう考えたらわかるじゃん、言うたら。え、家変わってるで。おう、今更。じゃあちょっと まとめていくか。まとめていくか。うん、ちょっと考察多いからあれやけどな。ちょっと BGM なかったら乗ってけえへん。うん、ちょっと待ってな。いつ引っ越した？結構前。うん、結構前。いや、でももうホームシックはなくなった。うん、ただちょっとあれやけどな。ぽっかり心と人員に穴開いてるけど。うん。うん、もしかせんでもやおう。うん、もしかしなくてもやおですよ。寝室あるよ。なんでこんなピアスつけ出したってどういうこと。元から、え、近くなの。112号さん、今から俺の家の掃除しに来る。ステッカーあげんで、掃除してくれたら。カービィ弓木近くて。あ、これ僕の家の住所です。うん、あ、うん、よし、行くぞ。うん、よいしょ。 これで行けるか。あ、せやで、八尾神社の隣。いや、せやで、クソ田舎やで。まず、書きにくいな、ここ。サンディ近いよ。うん、よいしょ、公開してるよ。うん、うん、まず、これ確定。なんかな、いつもとポジちゃうな。ちょっと待ってな、ポジ変えるわ。うん、これな、多分な、マジで書いた方が分かりやすい。うん、俺親切丁寧が売りやから。うん、言ってもお前じゃ、映えないから言っても意味ない。え、持ってんで、117号。嘘ちゃう、嘘ちゃう。それでも結構前のやつやけどな、117号。あの通話とトークンの部分。うん、でもそれさ、あのイギリスとか今追求してる直近の話じゃないから。うん、ちなみに、もう持ってんで、青さんと海吉が LINE してるスクショ。あ、あるで。うん、ただ直近じゃないぞ。うん、それはあれやろ、誤解あるからさ。まあ、イギリスとも嘘って言いたいの分かるけど、うん、持っとるわ、そんな。じゃ、海吉ってそんぐらい、あの、裏でスクショ出しまくんの大好きな人な、もうみんな知ってるやん、言うたら。うん。うん、ただまあそこにな、別にな、そんな深い内容はない。な、日付が、ちょっと待ってな、日付が結構前、もうこれ7月とかじゃないわ多分。
な、6月やったかな、5月やったかな。え、ちょ待ってな。出さんで、出さんで言っとくけど、俺そんな、人様の LINE 勝手に。最悪、どないしても出せやったら、ツイッターやな、言うたら。じゃ双方から許可取れてないのに、ここでドヤ顔でダーン出したら、ただ、ほんまにある、ほんまにある。あ、ほんまにある、ほんまにある。それ別に、特段そんな、あれやで、なんか面白い話じゃないで、それ出てきたところで、で、ここからです、確定。まず、カービィイコール、弓吉確定。弓吉。まずこれ確定。これ確定です。これ、この人、本人が、まあ、222にしとくか。222、と通話中。と、通話中。はにて自白はい。で、これを山田盗み聞き、山田が、盗み聞き、はい、もうこれで絶対確定です。はい、この間43万円の件絶対に受け取ってないって言った兼ね合い、まだ収まりつかへんかったんかして、なんか知らんけど2225に電話してくる。でその間俺ずっと盗み聞きで、気になったからこのカービィのことだけ俺横から突っ込んで聞いたら、もう確定です。はい、本人自白です。はい、でこのカービィのアカウント、なこのカービィのアカウント、おそらくアルティマのスマホ、ティマのスマホ、もうこれももうおそらく確定です、言うたら。いやこれ多分知ってるね、青さん知ってるね、キャリア決済の上限まで投げれる人名義のスマホある、確定ですねこれ。はい、お、どうした NG、これ確定ですね。で、せやで。よいしょ。で、これをアルティマには、ハートマーク、ハートマーク、弓吉。弓吉と、まあ、Y さんにしとくか。Y さんっていう、まあ、2人、恋仲の配信者がいてて。でも、この間の件で、これが、破局します。これが破局します。あ、NG できてますよ。これが破局します。これが破局します。はい。あ、無理やりでもありがとうございます。これが破局してしまいます。はい。まあ、僕らは Y さんにしといたろう。そうそうそう。で、今、何？アルティマの、恋の矢は、弓吉に一本化されたわけですね、今。そう。そうすることによって、弓吉のキャリア決済枠、キャリア、決済、枠ってどうやったっけ、こうか、枠、括弧、10万復活です。復活です。復活です。あ、分かりやすいですね。いやまたちょっといい、いいよ。どうしたどうしました。なんかここ違うとかあるんやったら、はい、で全然いいですよ。ちょっとでもいっぱいでも、はい、何かあります？あ、関係者からかな。はい、そのグルツ、はい、うちもいてましたね。はい、入ってました。はい、横からずっと聞いてました、聞き耳立てて。はい、
より信憑性が上がるということですか。うん、マナミはイヤホン着てたから、あー甘い甘い、クソゴミさん甘いです。うん、マナミさんイヤホンの音量最大なんで、あの基本あの半径1メーター以内におったら会話全部聞こえてます。うん、全部聞こえてます。でいちいち言ったことをマナミも服読するから全部聞こえてます。はい、あー確定、確定です。はい、俺ツッコミ入れた時にもうあの返しで確定になりました。はい、あれだけあの新岡さんからの何45万円な、あんだけ強く否定しててね、うん、それだけは違うって言ってて、え、アルティマの名義ふにゃふにゃ、え、お前カービィやねやろふにゃふにゃ、もう答え出てるでしょ言うたら、うん、後ろめたさがあるから俺相手に強く否定に出れないんですよ。うん、あの通、あ、ごめん、あの通話の端末はわからん。うん、俺はおそらくあの課金してる端末、うん、課金している端末がアルティマのスマホやと思ってる俺。キャリア決済の上限10万円まで、まあ10か5か8か知らんけど、うん、うん、しかもこんだけさあの弓吉の話しててさ、ここ違うがあんねやったら前みたいに弓吉が食ってかかって違うって言ってけえへんあたりがもう答え出てるやろ。うん、そりゃそうやわな。じゃあさあ、うん、アルティマ名義のスマホのあの画面見せろやって、俺にじゃあ今から行くからスマホ見せろやって言われて、うん、見せられへんもんな、見せられへんもんな、うん、見せられへんもんな、うん、ちゃうか、俺そこまでやるからな、うん、あ、そこ気になったから、あーちゃ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 ー、もうあの強く否定できひんかった時点で、あーこいつやってんないになりましたね。でさ、あの、まあ、これはな、あの、なんやろな、ポルさんにも、ユミキッちゃんにも、何、あの、譲歩するというかさ、あの、どっちにも結構やれやねんけど、多分な、アルティマのスマホの、決済でポルさんにお金返すことできひんねん。これわかる、わかるかな。え、山田の中ではそこが確定認識、いや真実は一つ、うん、真実は一つです。はい、せやね、この端末で課金ができてもポルさんへの返済はできひんのやて、 おそらくだから、なんかあの、あの時、ユミキッちゃん言ってたけど、あの、パッと、え、山田無視ってどういうこと？どうしたのかね？来るのか？どういうこと？どういうこと？山田無視なんか？どういうこと？どういうこと？来るのかってどこにすか？ちょっと証拠としては弱い。うん、それを踏まえた上で、ユミキッちゃんに電話していこう。また、そしたら出るか知らんけど。うん、ちょっと電話してみようか。ユミキッちゃんに。うん、違うなら違うと否定してくれるやろ。ん？山田嘘つきなんや。これあれや、一号かちゃうわ。バラバラさんや。バラバラさんや。うわあ、やばい。このタイミング、おお、ちょ待てよ待てよ待てよ、バラバラさんや、これバラバラさんや、なんかコメント気持ち悪いなぁ思てんけど、バラバラさん住所送ってくれてへんのに行かれへんやん、バラバラさんや、バラバラさんかけてみるわ、バラバラで入れたよな、かけてみるわ、絶対そうや、合ってるわ、確定、もうコメントでわかる、出るかな、バラバラさん。あかん、うんこ渋滞や。
で今多分おそらくあの議論になってるのは、まあ、ここら辺の事実をなんやろうな、あの青さんが知ってたかどうかやね、 おそらく、うん、あ青さんが、うん、これを知ってたかどうか全部、うん、このああ青さんが、うん、ここよね、 おそらく焦点は、うん、まあでも直前にスマホのトーク履歴の削除があるってことは、これ青さん知ってました、これ青さん知ってます、はい、知ってます、絶対に青さん知ってます、あ、絶対に知ってます。でどうやろうな、多分直前のやり取りではおそらく、なあなあ青ちゃん、もうアルティマのスマホキャリア決済上限やねんけど、今月は大抵や青ちゃん、うん、うちいっぱい投げたやん青ちゃん、あこんなんあったんちゃうか多分、うん、あ私青ちゃんに言われるまんま、あアルティマのスマホをパクってきて、あいっぱい課金したんや、境に青ちゃん抱いてや、うん、うちらもう付き合って3ヶ月やろ青ちゃん、うん、これや絶対これやもううちら付き合って3ヶ月やろ、ああ青ちゃん、うん、いやでも俺がさあ一番最初に聞いた時点では弓吉の中では青さんと交際しているという認識やったらしいからな、うん、あ金メガ10個ありがとうパオン、オッケー、今あれよ、あの花屋さんとイキリストにあのギャン詰めされてる、あせやで心ちゃん、それはもう割と5月時点ぐらいから掴んでましたうちが、うん、まあここまで大きいうんこに育つとは思ってなかったんけどな、うん、ここまで大きいうんこに育つと思ってなかったんけどな、うん、いやな、あれ5月ぐらいやったっけ、5月末時点ぐらいでは弓吉の中では、青さんと交際しているという認識らしい、うん、でそれは2225に話してた、あの弓吉が、うん、うん、うちなあ、あ、青ちゃんとな、今な、ええ感じでな、うん、でな、あ、青ちゃんにこないだ聞いたんやて、私たちの関係って何なんて聞いたらさ、それはそういうことって言われたから、これは付き合ってるってことよな、まなみ、とか言って、うん。あ、そう、弓吉の中では付き合ってる。青さんの中では多分、まあ、課金してくれるリスナーさん、うん、うん、まあ、そこにちょっと乖離はあると思うけど、に告白して振られたって聞いたけど、あ違う、振られ、その時点では振られてない、その時点では振られてない、はぐらかされてるのをいいことに付き合っているという認識に置き換えられてた弓吉の頭では、うん、じゃあ でもしかしたら青さんからしたら適当にはぐらかしたかもしらへんけど、弓吉は確かに私たちの関係ってこれは何なんって聞いたら、それはそういうことやろって帰ってきたらしい、うん、それはそういうことちゃうかみたいな似てるやろ、あ青さんの方も似てるやろ俺、それはそういうことちゃうか、うん、であの脳内お花畑が一気に急加速、うん、そうそう、で弓吉がわざわざ何やろうな、あの何、いや付き合ってって言われたんじゃなくて、私たちの関係って何なんっていう問いに対して、それはそういうことやろうって、うん、いう返しをしたはずです青さんは、うん、それ俺リアルタイムで聞いてたんで、うん、付き合ってくれって言われたんじゃなくて、私たちの関係はっていう問いに対して、うん、それはそういうことやろみたいなおそうそうそう、それはそういうことやろみたいな返し入れたっすよね。でそれで弓吉はもう完全に
あの脳内スーパーウルトラお花畑交際しているっていう変換されてもうてて、うん、違う、これパチモンや、これパチ吉や、ん、嫁やくそ、これパチ吉やから、うん、これ本物ちゃうから、パチ吉やから、あー来た、夢吉、夢、これ本物や、ちょ、夢吉電話出て、来た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 、夢吉からの電話が来た、あ、切られた、あ、切られた、なあ、なあ、青ちゃん、私たちの関係って、あ、落ちた子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 。私たちの関係って、ちょっと合ってるやろ、でも、弓吉。俺、これに関しては嘘ついてへんで。私たちの関係って何ぞやって向こうに問いかけたら、それはそういうことやろって言われてるよな、弓吉。そこだけ。そこだけ。あ、ほら、逃げた、ほらな、ほら、ほら。で、これで、弓吉の脳内では、交際期間がスタートしてるはずやね。脳内スーパーウルトラお花畑。ほらな。で、ここから、やっぱあれちゃうか？この、カービィアカウントが生まれることになったんじゃないか？いや、知らん。何か、指吉の中では何ヶ月交際しててん。そこ結構気になるけどな。指吉の中では、どのぐらいの期間を交際期間やったとしてんのか。そう、結構気になるけどな、言うたら。それが1週間で終わったんか、1ヶ月で終わったんか。でも、ちゃう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 。でも、夢吉は、青さんに聞いてんやろ？私たちの関係って何ぞやって。ほんじゃ、青さんから、そういうことやろ？みたいな。だから、リスナーさんにも、内緒で、青さんリスナーさんとか全員を欺く形で配信外で青さんと会うことになったんじゃないの？違うんかな？なんか電話かかってきた。あ、間違えた。待って、電話かかってきた。はい、もしもし。あ、切れた。なんや。そうやで。いやいや、話はうまいよ、俺。見返りを求める。いや、それは知らん。それは実際、そこでどういうやりとりがあったんかはね。でも、ちゃうで。正々堂々、なんもないんやったら、リスナーさんに隠れて会わんでもええやん。青さんも、弓吉も、誰も。意味わかる？ここでもう、青さんが弓吉と配信外で、1回以上は会っているということを自供してんねん。現段階でな。これ、繋がってきたんじゃない？話。繋がってきたんじゃない？おい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 、繋がってきたんじゃないの？これ、いろいろ。ちょっと待って。そやな、ユンキチはもしかしたら被害者やったんかもしらへんな。それはそういうことなんじゃない？みたいな。その返しを、ちょ、なんてかかってきてんの？いや、ほんでさ、一個だけマジで気になってんねんけどさ、このアルティマ名義のスマホの使い道ってなんなん、弓吉。これだけ教えてや。あ、でもまた電話かかってきてる。これだけ何か教えてや。ちょ、なんなん？何回もかかってくる。タイミング合わへんな。あ、お届けありがとうございます。何ですか？何を？はい。来るって言ったやん。いや、すいません。住所わからんのに、どうやって行くんすか？住所わからんのに、住所だってが。山田に、山田に過去の学びのことのことが謝ったやん。ごめんごめん。住所わからんのに、恋は、やばい。サハラ砂漠で、全裸の長澤まさみと出会う確率ぐらい低い。ちょっと、途中で終わってんねん、住所。LINE で送ったやん。ごめんごめん。LINE で送られてきた住所、途中で終わってんねんって。どうやって行くん？それでいいやん。え？そこまで来たら山だから電話よこせば良いじゃん。
いやいや、前は俺四日市まで来てくれって言われて行って音信不通やって、あんた。駅前まで来てくれたの悪かったって言ったでしょって。じゃ、だから住所送ってくれたら行くっつってる。ごめんなさいねって謝ったでしょって。だから住所送ってくれたら行くって。うん。じゃあいつ来る？まあ、東京行って帰ってきてからといつでも行ける。うん。東京行く？だから今日やって。は？は？は？え？じゃ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 、え？え？何？今日ってどういうこと？今、え、じゃじゃじゃ、どういうことってどういうこと？今日行くっつってんの？3時13分やん。うん。明け方に東京に向かって行くってこと？いや、まあ朝から行くんか、まあ夕方から行くんか分からんけど。うん。あ、まず行って帰ってくるのはいつ頃？何日後？一泊して帰ってくるから、まあ、まあ2日ぐらい。うん。あ、うん、もう、うん、そう。え？8月の2日頃には来るってこと？もう2日とかやったら、あ、ちゃうわ、車納車されてからの方がありがたいから、うん、まあ4日以降。車納車？山田、車買ったの？車買ったよ。いや、稼ぎがあるね。え、バラバラさんって確か一級やったよな。ちゃかったっけ？何が？うん、そう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 。三級。え、嘘や、三級なん？三級よ。あれ、車椅子って言ってなかった？車椅子だよ。え、三なん？だから、うん、山田、うん、私と会えばわかる。私の本体本性ちゃんと山田に見せる。え、早く会いたいな。なんて山田と会って本体本性見せたいから。本体本性見せたいの？うん、うん、嘘の隠しもないから会ってみたいなって。うんだから確かに今並みと、ね、山田が四日市の駅に来た時は本当に申し訳なかったって。うん、それは本当に思ってる。アルコール飲んで暴言吐いたことも間違ったことしてごめんなって思ってる。うん、うん、だから本当の本体本性を見せたい。うん、だから、うん、山田翔ちゃんは、うん、ね、あったらステッカーちょうだい。あ、ステッカーな。うん、分かった。うん、うん、ただ住所全部送ってくれない行かれへんから。うん、だから、うん、な、本当に東京から帰ってきて三重県の四日市、うん、1号線通ってるやん。1号線通ってるやろ、うん、山田、うんうん、通ってるんだから、うちの前通ってるんだから、うん、うん、嘘はないから、うん、本体本性とね、ちゃんと山田と向き合いたいから、嘘もないから向き合う。うん、うん、天然ストレートも話したけど、うん、過去にトラックの運転手やってたとか分かんないけど、うんうん、まあいろいろ。天然ストレートさんの LINE 教えとこか。 LINE？ 電話番号分かる？あ、うん、あ、LINE 送っといたろうか、天祖さんの。うん、分かった。うん、送っとこう、あとで。うん、ほなね。はいはい。話が脱線してた俺。話が脱線してしまったぜ。うん、話脱線してもうたやん。あー、ほんと茶濁させたら日本一やな、あの人、この人がな。いや、俺1級か2級やと思ってたらさ、3級やったわ。酒決めてる時がだから1級に上がんのか言うたら、あ、酒決めてる時以外は別にやな。ちょっと3級やねんけど、酒決めてるとき特級まで行くね。うん、マジで。タバコ吸おう。そう、夢吉逃げてもうたやん。うん、夢吉電話出えへんな。あ、タイトルの本人来たで。うん、今はアルティマはユーンに張り付いてガチ恋してる風を装って夢吉に支援してんね。違う、159違う、手間違えてる。うん、アルティマは夢吉の指示でユウに張り付いてんね。うん、
そんな、青ちゃんのあれやで、 LINE の削除の指示まで出せる女やで、159号、あの裏ふわっち界隈のあの工作能力なめたらあかん。あの裏ふわっち界隈の工作能力なめたらあかんで、もうアルティマなんて夢記事に右これし黒いもの見せられてこれ白やろ言うたら白って言うから、アルティマは、アルティマはな、私の言うことだけな、聞いてたらええからな、わかったアルティマ、これアルティマ、もう山田とは関わったらあかんで、アルティマ、あるね、もうどっぷりやね、アルティマちゃんどっぷりやね、アルティマもうどんぶらこよね、そう夢父、これペアリングちゃうよ、 R 社長にもらったやつ、体の関係は俺ないと断言したるわ、結構自信ある、これは、肉体関係はさすがに有してない、だって弓父やったらさ、あのもしほんまにどっかの時点で肉体関係あったら、その事実を自分の口で誰かに言ってんもん 100%、あの口軽いうわふわっち界隈に絶対言ってんもん、それだけ黙っとくわけないやん言うたら、でさ、わざわざさカービィなんていうアカウントこさえて目立つかかる形でやで、承認欲求満たしに行ってのに言うたら、青さんの枠でそんな、もうセックスしてたら、そんなもうあれやろ、マウント取りにかかるやろ、まあ俺が思うに多分 AU やと思う、感覚、いやいやいや、あゆば分かってない、前回は会ったこともない人に沼っててんで、あゆば SS 思い出せ思い出せあゆば、思い出せ、会ったこともない人に 沼ってたのに、思い出せよ、だから沼体質やね、沼父やね、いやだから一時は多分アルティマのスマホを受け取った時に、そのそう、あのペイペイかなんかにチャージできる弾あったから、あの自分からあのポルさんに打診したんやと思うで、現金じゃなくておそらくアルティマのスマホの決済枠やと思うねこれ、夢吉がな、電話出てくれたらええねんけどな、もう一回だけかけてみようか、夢吉に、もう一回だけ夢吉チャレンジするか、出ないっすね。あ、出た、ゆめちし。あのさ、勝手にさ、話が盛り上がっててさ、なんかさ、いろいろ、なんか、いろんな人からいろいろ言われるんやけどさ。いや、だからやん。ちょっとごめん、山田。ゆめきちのターン行けよ。山田。ゆめきちのターン行けよ。これは、私の話やろ。そうだからやん。ゆめきちが、ゆめきちで自爆つけんねんて、今。で、青さんとの LINE を公開すればいいやん。思ってることが、ほんま
にずれすぎてて笑うからさ。え、でもな、でもな、ちゃん、臆測じゃなくて、あれやん、アオさんに聞いたことあるやろ。今夜はできんて、うちのうんこ食いなんて。じゃあでもな、アオさんに聞いたことあるやろ。聞いたことあるやろ。え、何が？うちらの関係って何ぞやみたいな言い回しで聞いたことあるやろ。山田さ、うちが山田に話してることやったらさ、うん、ああ、それ信憑性あるでって言えばいいけどさ、うん、あの一応さ、うん、私そんな風に思ってたこともないからさ、うん、あの確認しようと思って確認してん、うちそんなこと言ってたっけって言ったらさ、うん、え、そうなん、付き合ってたんって逆に言われたぐらい、うち言ってないねんで、わかる、言ってること。え、違う、それは言ってないぞ。うちの関係は何ぞやみたいな問いはかけてんやろ、言うたら、うん、で その時に、あの、まあ、そりゃそういうことやろ、そりゃそういうことやろみたいな。あ、また山田と話すと吐きそうになる病気が出てきた。なんでやねん、弓吉、ま、枠つけろよ。山田と話せば枠つけろよ、弓吉。胸焼きがしてきた。枠つけろ、ごめん、枠つけろ。とりあえず言いたいことを勝手に言うのはいいけど、うん、あの全てが憶測で何でもかんでもつなげるのだけやめて。でそれが、うん、それが俺やん、それが俺、ね、それが俺やん。うん、あれ逃げた、バイバイ。あ、だだだだだ、あ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 、アルティマのスマホ。うん、あかんわ、アルティマのスマホの件聞かれへんかったわ、聞きたかったのそこやったのよ。うん、あかん、一方的、うん、一方的。いやでもな、45万の時はさ、バカ切れ口調でそれは違うって否定しにかかったのに、うん、うん、弓吉、うん、後ろめたいことあるんちゃいますの、言うたら、うん、わかりやすいな、わかりやすいな。うん、タイトル通りなったな、弓吉からの電話。うん、なあ、話、あんなにさ、饒舌にさ、あの、ちゃんと否定しにかかってたのに、うん。で、言ってたやん、弓吉今な。うん。弓吉今言ってたじゃん。言ってたやろ。うん。俺が聞いたことならまだしもっていうことは、誰かにはさっきの話してんねん。うん。誰かにはさっきの話してるねん。もう自分でゲロってんねん、これ。わかる？なんで山田が知ってんの、スタンスみたいな。俺知ってるマンなんで。はい。ということは、まあ、おそらく、まあ、弓吉の中で青さんと交際していたと認識している期間があったことはもう間違いない。うん。もう確定や。確定だわ、うん、で、まあ一末二末の恋心を抱いて、青さんと、リスナーさん全員を騙す形で、配信外で、2,3 度愛を育む、うんうん、まあ肉体関係はさすがにないと思うけどな、言うたら、うん、なあ、青ちゃん、あの時私たちの関係性、それはそうやろって言ってたけど、私たちって付き合ってんの？いや、うん、うん、うん、もう、うん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 。え、青ちゃん、はっきりしてよ。いや、うん、その、先輩に聞かな、わからへん。わからへんけどな、イキちゃん。うん、先輩に聞かな、わからんけどな、イキちゃん。うん。もうこれはやっぱ、うん、やっぱ個人情報やから、やっぱもう先輩、うん、怖い先輩、うん、うん、やと思うけどな、イキちゃん。なあ、青ちゃん。じゃないか、この感じちゃうか、言うたら。うん。なあ、青ちゃん。あの時、私たちの関係性はって聞いた時、それはそうやろって言ってたけど、私たちって付き合ってんの、青ちゃん。うん、私のこと騙して投げさせてたの、アルティマの携帯まで使わせて。いや、うん、その、まあ、古物商やからな。うん、古物商やと思うね。うん、まあ、俺聞かれんちゃうから、うん、古物商やね。この感じです。
この感じです。うん、この感じ。イメージ、ポポン行くか、ポン行くか、ポポポン行くか、あ、ポポポン行くか。あー、じゃあ、青ちゃん、ここにお願い。うん、うん、まあ、ちょっと、まあ、てかちゃん先輩で電話するけど、うん、持ってきてもらうけど。あー。で、あのツイート。で、あのツイート。で、あのツイート。うん、で、あのツイート。ちょ、待ってな、弓吉のツイッター見るから。うん、まあ、見とけよ。うん。うん。見とけよ、お前ら。うん、これ全部繋がるで。うん。行くぞ。繋げるぞ。あれ、消してる？あれ。あの、テレグラムの番号。ちょ、待ってよ。あった！あ、ほら、見てみ！お前ら。これな。うん、これ、もうテレグラムの番号です。はい。うん。あれやけどな、直接やりとりしたかも。ゆむきちゃん、テレグラム入れてほしいけどな。テレグラムって何、あおちゃん。あ、いや、捕まるの嫌やからな。まあ、先輩がテレグラムって言ってるから、古物証やね、古物証って言って、テレグラムからの、静脈。テレグラムからの静脈。うん。これ、弓木ちゃんのツイッター参照なんで、はい。テレグラムからの静脈。うん。どう全部繋がったくないこれ。で、あれやん。さっき、イギリストの枠でさ、あれやん。青さん、テレグラムとか WeChat の話してたやん。うん、暗号化アプリ。うん。あの、売人御用達。うん。話もしてたじゃん。ほら。うん。もうだから、古物証。だから、古物商です。うん。あー、青ちゃん、これすごい気持ちええねんけど、またくれへん？もう、あれでも、携帯でもうちょっと課金してくれたら考えるけどな。もう先輩が言ってる可能性あるから、それ。うん。もう、古物商やけどな。うん。これです。そういうことです。うん。そういうことです。どう？丸く収まったくない？全部。繋がったやろ？来たやろ？なんか振られておかしくなってないよ。振り切ってるだけ。うん。うん。でも全部繋がったやろ？とりあえず無理やり。無理やりでも全部繋がったくない？うん。どうですか？うん。繋がったよね。うん。で、これもだ。俺また考察なんで、さっきのツイッターちょっと戻るで。さっきのツイッター戻るで。うん。うん。完全なる考察。いやいや、ちゃうほんで、ちゃうねん。ほんでな、多分な、弓吉もな、初めてやってん、これ。これ多分な、弓吉も初めてやってん。うん。あまりにも、ネタが良すぎて、完全におかしになってこれツイートしてもうてん。もう。青ちゃん。これすごい気持ちええから、ツイートしようと思うんやけど。まあ、ちょっと古物商の先輩聞いてみるわ。天下茶屋の、もうそれはそういう話になってくるからな。そう。ほんで、古物商の天下茶屋の先輩の上の人に許可取ってツイート、弓吉が。うん。どう？うん。じゃあ、だから、これ全部テレグラム。うん。これ全部テレグラムの番号。うん。これ全部テレグラム言うたら。うん。これ全部テレグラム。うん。俺、機械音痴からな。ちょっとテレグラムの番号、ちょっとツイッターにメモしといてくれへん。うん、読むきちゃん。うん。まあ、それはそうじゃないと思うけどな。うん。まあ、その先輩とかも上の人が、うん、一回り上の先輩が。うん。もうやってておもろなってきたわ。もうすいません、やってて面白くなってきた。すいません。
せやな、という考察です。でもな、少なからず多分な、ゆみきちゃんはなんやろうな、そのあおさんに、あのあおさんと交際していると認識していた期間は多分あんねん、絶対1週間か10日か1ヶ月か知らんけど、でさあ、あのみんなに内緒で、あの何、会うに至った経緯、みんなに内緒で会うに至った経緯、まあ、そこが結構気になるけどな。弓吉は相談を大義に掲げて会いに行ったのか、それとも何やろうな、その伊豆松の恋心を抱いて会いに行ってんのか、それはちょっとあれですね、二人に聞いてみな分からへんですね。でも今のとこさ、どうやろう、ポルさん以外は気悪くしてはる人出てけえへんよな、この構図やと。どうやねん、ポルさんだけかな。でもな、アルティマのスマホやからな、なんかその弓吉が金持ってるわけじゃないからな、これまた難しいねんけどな。要は何が問題になってるかって、やっぱポルさんが6万返ってきてないことやから、もう問題になってるのは。せやのに何ぞやみたいな、他の青リスナーさん、いやまあでもあっこは多分みんなリスナーさん個別にズブズブに青さんとつながってるから、まあ弓吉のことはネタだとか、弓吉とは何にもなかったとかって、火消しはもう済んでるんじゃない、多分、多分、で少なくても多分他にも会ってるリスナーさんおると思うねんな、その感じやと、でちゃんと個別に教育できてるから、俺多分案外離れる人少ないと思う。多分怒ってないと思うで、会う人にあの「You still No.1」って言ってるはずやから、おそらくな、まるであれやな、昔の俺を見てるようやな、多分な、会う人にはちゃんと多分、しっかり教育が施されてるから、それはやっぱさ、もともと自分で売れっ子ホストって言ってるような人やから、うまいことやってると思うで多分、おそらくは、そう「You still No.1」言ってると思う多分、逆に青さんリスナーさんって今おんのかな、一人か二人ぐらい、ちなみに一人ぐらいおんのかな。でちなみにやけど、俺と青さんが初めて会った時に間に入ってくれてた、元売れっ子風俗嬢の女の人は、あの裏でズブズブで色恋されてました。ちなみに、まあ、もちろんその子や山田のことも見てた人やねんけど、僕と青さんが会うに至ったきっかけになったリスナーさんは、あのもうズブズブでしたね。ちなみにね、あ、そう、誰かはちょっと言わんけど、言うたら、とあるあの元売れっ子風俗嬢の方は、まあなんかそれは多分飛んだっぽいけどな、どうやねんやろ、あ、無理アイテムありがとうございます。なんかでも文字に起こしたら見えてけえへんかな、なんか見えてけえへんかな、いや、そんなんじゃない。元から多分知り合いやったって言ってたけどな、その女の子は。青さんと。でもなんか、青さんが携帯見せてくれた時にさ、その子との LINE のやりとりがあって、もうズブズブやったからな。うわ、めっちゃ色恋してるやんって。その印象はあったけど。いや、さすがに、
薬物はいらってないと思うけどな、その現在進行形では。さすがに現在進行形はないんじゃない、うん、その知り合いにいらってる人おるぐらいやったらさ、そんなもん誰でもやろうし、多分ないと思う俺は。でなんとなく頑なに家来られるのを嫌がっている様子見たら、まあ、おそらく本命の彼女か何かが多分家にいてるからで、これは多分正解だと思うね、うんうん、ああ我が飼った犬も最後まで面倒を見んとアホの男に貢ぐアホ。ああ、うん引っ越した。いやーなんかぼーっとしたり、いやーでもあんだけさ2人にギャンギャン言われたらまあだるいはあるし、多少突っ込まれたくないことをひたすら突っ込まれ続けるという状況へやったら、いやそれは多分半分ネタ、妻子持ちって言うてるだけで おそらく妻子は持ってはらへんと、本命の彼女あるいは多分ほんまの You still my number one が家におるんやと思う。おそらく妻子はないと思う。妻子持っててあんだけ堂々とか顔出ししてたらさ、特定嫌がってないや17号わかる。ほんまに妻子守りたい人って顔隠すから、うん、だから多分本命の彼女が出入りしているでいいと思う。彼女かあるいは一番太い客、うん、多分結構いい線いってんで多分、うん、まあ一緒に住んでるかどうかまでは分からんけど、出入りしてる、合鍵持っている、うん、そういう状況だと思う。うん、最初は絶対嘘。あ、おはよう。あ、ない、そんなんは絶対ないと思う。あの、プッシャー三原則に、あの、なんか外れてるから。あの栽培してる人販売してる人はあの SNS やらへんっていうあのルールがあるんで、ない。いや俺は多分正直やけど、出てきても困ることそんなにないからとぼけ芸でやり過ごしてるみたいな、多分。だって ほんまにやで、もうマジでこれ掘られたくないわってある人があの一番鬱陶しいやつの横に行くと思う。いかんやん、もうそもそも出てきてもそんな大したことがないねん別に。それこそ多分弓吉に色恋してたとか笑えるぐらいの話やねん、おそらく。これが僕の考察です。結構まあまあいい線いってると思うけどな、うん、やろう、めっちゃいい線いってるやろ、俺名探偵やから、うん、今の考察が面白かったよっていう人は豚か象かイベントのユーロアイテムください、はい、今の考察が面白かったよっていう人は豚か象かイベントのユーロアイテム1個ください、うん、豚か象かイベントのユーロアイテム1個ください、金メガホンもください。いや、136号、それはお前認識おかしい。それは認識おかしい。あの、割と一流のホストは、あの、どんなババアでも抱く。うん、金のためやったら。うん、それは俺結構見てきたから。うん、それでも立たせんのが仕事やから、うん、ホストは。うん、で、青さんとホストで売れっ子やってきたって言ってるから、ほんまに多分数百万数千万の話になってきたら、どんだけバケモンでも多分おちんぽこ突っ込むと思う、うんうん、いやもうホストはもうみんな突っ込むから、うん、聞いてなかった、多分当たりやろサメ、はいこんばんは、もう10個、うん、やろ、すごいやろ、すごいやろ、あ、10個ありがとう、徳兵衛さん、こんばんは。
ありがとう、十個、本当。ありがとう、本当。いや、青さんはな、ぶっちゃけな、猫かぶってると思う。うん、猫かぶってると思う。うん、猫かぶってるけど、ちょいちょいイラッとするから、あの、牽制はするけど、うん。俺は逆やと思うけどな、うん。あれ、パッと見、あの、イキリストと花屋さんがうまいこと詰めてるように見えてるけど、構図的にはちゃう。青さんの手のひらで踊ってるみんな。うん。うん。ちょっと引いた距離で、うん。あの、内心はもう笑ってるぐらいやと思う、別に。ああ。なんか言ってらぐらい、うん、これあーこれいつまで続くんやろ面倒ぐらいしか思ってないと思う、うんうん、そうそうあー面倒みたいな、うん、まあえっか倍目になるしぐらい、はい、あメガホンありがとうございます、うん、おあまあまあええわみたいな、燃えろ燃えろ、うん、はいバルーンありがとうございます、あーバルーンありがとうございます、いいよいいよ日の人、うん、ええよええよ、うん、俺が青さんの家行こうか、俺が行ったらあかんかな、俺やったらいいって言いそうやけどな、うん、うん、俺が行こうか、うん、てか青くんが俺ん家来るでもいいけどな、うん、じゃあ青くんが俺ん家来るとかでもええけどな、もう飽きたやろ青くん、どう、もう飽きたやろ、うん、俺と違うアプローチでやらへんかな、うん、もう多分2週間以上はあのうんこにならへんからさ、多分今やねなあ、青くん俺ん家来たらいいね、うん、で青くんのその猫かぶってない、うん、あの猫かぶってないそのちょっと腹割って猫かぶってない感じでやりたいよね、うん、うん、なあせやんな、うん、もう ループやん、結局詰めてもはぐらかすはぐらかすで、どっかちゃんとここまでしかダメっていう線引きしてはるから、うん、もうな何やっても情報出てけえへんや言うたらあれ以上、うん、ちゃうよ違うね分かってない、うん、分かってない違うね、せやな、あ青くん待ってる、うん、あ青くん待ってる、弓吉からも電話あったし、青くん待ってる、うん、よし、東京行く用意するかよし、東京行く用意するか、お待ってます、あ青くん待ってます、うん、東京行く用意するか、もう起きる時間マジでミスったわ、平本蓮と朝倉未来が悪いわやっぱり、うん、平本蓮と朝倉未来が悪いわ、何回見たかほんま、あ、無料アイテムありがとうございます、リアットしてステッカーください、うん、じゃあ俺助けたるから、うん、あーもう東京行くよおいせなあかん、うん、東京行くよおいせなあかん、どうしよう、荷物とかも詰めなあかん、あせやな、そう、青を弓吉から救いたい、救いたい、青を弓吉から救いたい、うん、これでいいわ、うん、青を弓吉から救いたい、うん、てか結局あれやでな、ゆみきちゃんが裏で青さんの話をしまくるからこうなんね、うん、いやちゃうで、アッキーラはあれやで、朝倉が勝つ言うててさ、花火1個かけたからな言うたら、あーあ
アッキーラから花火欲しいわ、マジで。いや、でもなんか、ケイノスケさんとかさ、いや、これまた、ケイノスケさん会った時怒られそうやけどさ、うん、ドヤ顔で、あ、ミックンが絶対勝つけどな、みたいな、TikTok に上げてたから。どう考えても、ミックン勝つでしょ、みたいな。うん、MMA 舐めすぎな、みたいな。うん、これ会った時怒られるかな、ケイノスケさんに。もう絶対みっくん呼びやったからな、みっくん絶対勝つやろみたいな。ここ怒られるかな、僕ぐらいにしとこうか。うん、会った時めっちゃ怒られそう。お前スパーリングするかとか言われそう。いや、ただちょっと たまたまやで、あのTikTok 見てたら、あの、ケノスケさんが TikTok で上げてる、もうこの感じでさ、うん、で、誰かがこう質問問いかけてきてさ、うん、いや、あの、ミックン勝つやろみたいな、うん、いや、お前らほんま MMA のこと分かってなさすぎな、みたいな。もう絶対ミックン勝つでしょ、みたいな。うん、うん、まあ、普通に考えたら負けるわけないよね。うん、おう、そうなのせやな。おう、いや、ただ、おう、全然、おう、あ、ちょっと、ちょっと、そんなことない。いや、ただ、多分あれよ、ただ、あれやん、あの動画めっちゃ再生回ってたからさ、おう、おう、なんかあの、あれやん、ゆいがさんの考察やってた時のウリタさんみたいに後でめっちゃバッシング来るんちゃうかな思って。おう、まあ、俺もともと平本推しやったからな、うん、まあ、買ってほしいもあったけど、うん、でもまあ平本勝つやろうなと思ってた。せやな、どうやろうな。朝倉引退かな、やっぱり引退すんのかな。うん、いや、まあ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 やったで、うん、あの、なんかもうプロ目線で圭之介さんが、うん、もう MMA とは何ぞやみたいな、うん、いや、お前らほんまマジで MMA のこと分かってなさすぎな、みたいな。うん、そんなちょっと練習したぐらいで、うん、ミック曲げるわけないやん。みたいな感じでどうやってて、うん、予想はどっちですかとか聞かれてて、うん、そう。あ、じゃあな、アンポもあんま頑張ってたよな。うん。あ、アンポもあんま頑張ってたよな。うん、俺と同じ顔長い界隈やけどさ。うん、あ、頭切って配信すぐ切ってた。ああ、うん、俺絶対平本勝つと思ってて、うん、試合前に負けたら引退って言った時点でなあ、まあ、でも引退戦取ってほしいけどな、朝倉な、うん、もう一回平本とやってもう一回負けてほしい。もう一回負けてほしい。うんうん、で、あの YouTube の挨拶なんか、あ、どうもごきげんよう、朝倉みくるです、またやってほしい。あ、おはよう。いや、無理ちゃう、多分ほんま多分次やっても負けると思うで、うん、普通に、うん、次やっても負けると思う、うん、だって全然もうフィジカルちゃうかったくない、全然言うたら、うん、あの、なんかスピードとかキレとか、うん、で、なんやろ、あの、一応朝倉もあれやん、言うたら、その、グランドが強いとかじゃないやん、言うたら、ストライカーじゃん、どっちかというと。うん、で、打撃であんだけ差あんねんで、いや、無理やろ。うん、打撃であんだけ差あったらもう無理やで、多分。いや、やっぱあれちゃう。やっぱあの、練習時間ちゃう、多分。だって、あれやん、あの何、平本蓮ってさ、もう練習するためだけとかにやで、ツイッターとか全部消しよってんで、言うたら、うん、そら平本勝つやろ、うん、せやな、やっぱ基本あの朝倉ってこの、うん、あのカウンターじゃん、言うたら、うん、手出さへんじゃん、あんまり、あの右のハイキックと、あの、この左のフックだけのイメージやけどな、言うたら、うん、ああ
ミクルとコージ、いや、ミクルとコージが試合したらいいんちゃう。ミクルとコージが試合したらいいんちゃう。うん、なんか全、もう全然、なんかフィジカルですごい差あるなと思って、見てた。せめて2ラウンドまではやってほしかったけどな。うん、まあ、俺どうせペーパービュー金払ってないし、後で上がってる動画見てるだけやから文句ないけどさ、あれ金払って見てた人、あれ結構ブーイング来たんちゃう言うたら。うん、すぐ終わったやん。うん、しゅ、うん、まあ俺金払ってへんからですけどね、別に。うん、もう釘付きやと思う。もう起きてすぐさ、もう朝倉未来、平本蓮で検索しまくったからさ。うん、で、TikTok に無断で上げてるやつ拾えて、で、それで試合見てて。うん、ありがたいよな、あれ。でもあんなのしてたらペーパービューの意味ないよな、言うたら。無料アイテムありがとうございます。無料アイテム、無料アイテムありがとうございます。え、家めっちゃ広いで、うん、めっちゃ広い、うん、声めっちゃ響くで、あー、うん、響くやろ声、うん、家めっちゃ広い、うん、これで8万なんぼやったら いい物件やろ、うん、あー、これ誰か掃除しに来てくれへんかな、これ掃除しに来てくれへんかな。キッチン灰まみれになってん。俺次マサヤンとやりたい、うん、次俺マサヤンとやりたい。あ、俺でリベンジで行く。ほんじゃ、え、次回スパークとかあんの、うん、うん、ちょ、ほんま掃除してほしい、マジで。うん、じゃあリベンジでいいんじゃん。リベンジで行くか、うん、俺誰でもいいよ別に、うん、誰でもいい、うん、でっかいグローブ別に痛くないからさ、うん、誰とでもいい俺別に、うん、いや、そのプロはやめて、プロはやめて、うん、でも別に体格差とかあってもええで全然俺、うん、グローブ全然痛くないから、うん、フルで多分もろでもらっても倒れれる気がせえへん言うたら、うん、ちょっとスタミナ面だけちょっと改善して次回は挑もうぜ、うん、って言っても何も練習もせえへんやろうな、うん、それやったらあれさ、イギリストでいいんちゃう。イギリストでスパーク、うん、スパークイギリストでいいんちゃう。さて、体力ない、うん、でも絶対にダウン取られへん自信あるから、うん、グローブじゃ倒れへんわ。いや、ええよ、誰でもいい俺別に。それこそ俺中ちゃんとかでもいい全然、うん、まあミイラさんぐらいでっかなってきたらちょっと嫌やけど、うん、うん、誰でもいいよ、誰でもいい、うん、俺を指名してきたやつ誰でもいい、受ける、っていうか、そもそも呼ばれんのかな俺、うん、なんか呼ばれなさそう。最近ちょっとはみご風吹かされてるからな。原田さんは無理。じゃあプロ系はやめてや、プロ系は、うん、その素人ででかい人やったら誰でもいいから別に、うん、原田さんいけるわけないやろ言うたら、走って逃げ続けたるわ。いや、なんか最近はみご風吹かされてるやん、なんか、うん、あんま企画ごと呼ばれへんじゃん、うん、寂しいわ。青さん黒やけど、別に青さんが黒やったとて別になんかそんなに悪くないと思う俺、うん、何にも、うん、R と絡むからやろ、うん、いやでもこれからもたまには絡むよ。配信がつまんなかったからだよ。いやーって言われましても、うん、でもやることはやっててんで、うん、うん、やることはやっててんで、それなりに、うん、うん、って言われましても、うん、本当厳しい言葉やなほんま、うん、いや、いいよ。ほんじゃ、カミンちゃんがさ、俺の配信が面白くなる手伝いしてよ、そこまで言うんやったら家行くわ、もう家行く、家行く、うん、もう家行く、ちょっと家行くって、うん、の、
そこまで言われたら手伝ってよ、面白くするの手伝ってよ、うん、分かった、じゃあステッカー持っていくわ、ステッカーそれでいい、うん、言ったで、うん、いやいやいや、いいよ行く、いいよ行く、絶対行く、うん、で、あの、さくらちゃんと配信する俺、さくちゃんと配信する、うん、あ、さくちゃんってあれな、うん、あの、犬な、うん、あの、何、奈良県の鹿みたいにさ、さくちゃんに蹴り入れて炎上するわ、うん、よいしょラブホテル、よ、ちょ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 、ラブホテル、ラブホテルここここ、うん、言われてみたら見えんことはないよな、うんうんうん、まあ、た確かにちょっと見えてきたよな、この辺な、うん、せやな、ラブホテルにここだけやったら見えるな、うん、違うで、家やで、うん、うん、何やろうな、この辺やっぱ青やな、やっぱ全部青やな、うん、青、うん、やっぱで、この天井のこの針とかもな、なんか変な色してるし、うん、一泊6500円ぐらいじゃん、ええとこ、大阪やったら、あー、ラブホテルとかも久しく行ってないよな、ほんま目立たとよ、あファン太郎くんが、あ、ファン太郎くんがまた変なとこ入ってる、いい、いや、もう戻ってけえへんやろ、うん、戻ってこえへんやろ、だって俺戻ってきたら1300万失うねんで、うん、変なとこ挟まってるわ、パン太郎くん起きてるから、起きてるからかまっといてあげるか、明日おらんしな、パン太郎くんそんな嫌がらんでいいや。いや、一泊にはなるよね、多分。だって、秋駒場のとこ行って、当日で帰るは、まあまあきついんちゃう、多分。うん、歌舞伎町の朝ごはんやな。ああ、おはようございます。線香です。今日始発で、いやー、始発か、うん。大丈夫？あの、線香さん。あの、触れる？ハムスター触れる、絶対かまへんから、うん、あ、お前バカやな、これセールで1500円やぞ、うん、こいつセールで1500円やで、うん、維持費もそんなに高ないからな、うん、あー、それかまんといて、それかまんといて、それかまんといて、うん、それかまないで、うん、ホームセンターで、うん、1500円です、いや、あげるはちょっとあかんかな。あげるはあかんかな、うん。多少の愛着は湧いてるからな。うん、まあ、多少やけど、うん。いや、もうこれ以上デカならんといてほしいねんけどな。もう持って帰ってきた時のさ、あの、倍ぐらいなってんね、うん。もう持って帰って、もうこれ以上デカならんといてほしい、マジで。うん。あ、そやな、ゲージが一番高いな、あれ1万6000ぐらいしたよな、お前青と絡むなよ、いや、なんで絡むよ、おもろいやん、うん、旬やん、今だけやろうけど、うん、絡むよ、なんで、え、理由は192号、なんで絡んでほしくない、てかそもそも青さんあれやで、俺の方が先絡んでるからな、言うたら、うん、分かってる、初めて、お、じゃ俺の家来てんで、言うたら青さんって、ま、前の家、うん、言っとくけど、山田振られたつらい、あー大丈夫、俺もやから、うん、うん、そんなんな、1ヶ月ぐらい、1ヶ月寝たら多分な、もうそんなになんもないと思う、で191号さん振られてんやろ、191号さん振られてんやろ、絶対にあの何課金した方がいい、振られた振られた時こそあの課金していくべきだと思う、うん、で課金したらあの何振られた原因が分かんねん、
あ、じゃあ191個。振られた原因がわかんねえ。一回課金してみ。一回騙されたと思って、豚か象か、イベントの有料アイテム投げてみ。じゃないと、また山田名物、閲覧だけの枠になってまうで。その家は、隣に聞こえない。隣ないもんだって。まあ、昨日。あ、無料アイテムありがとうございます。だって同じこと、いや2回言わんかったら伝わらへんやん言うたら、大事なことはやっぱ2回言わな。あー昨日、あーまた延長大貧乏来てるわほんま、延長大貧乏来てるわ、やばい、もうあかんわ、ピーロン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 、延長大貧乏来てるわ、なになに、あ、そうなんや、ハムスター飼っててんや、ジャンガリアン、あと何か分からへん、知らんかった、やっぱ草食わさなあかんねんな、ハムスター情報、フェイと同じ病気じゃないよ、あかんな、振られた人、え、いやだからハムスターにさ、あれ何、あの何、お野菜はやっぱあげた方がいいらしい、ちょっとブロッコリーあげようと思ってる、お前 TikTok 行ってもせやな、3連敗やったな、マジで。マジで3連敗やったな。ああ、3連敗。火薬さんにも負けたし。閲覧12の人にも負けたし。まあ、かわいこちゃんに負けたのは納得できるけど。いや、だって TikTok 行ったらユニバース投げるとか言う人おるからさ。ハムスター匂いせえへん、別に臭くはない、ちゃんと世話してた、別に臭くはない、え、ちゃうで、ハムスターってあれやで、1個のケージに2匹とか入れたらあかんらしいで、繁殖するときだけ入れて、それでも別々にせなあかんらしい、あいつら結構何でも食いよるからさ、身内食うらしいぞ、共食いするらしいで、あの縄張り意識がどうのこうので、もう一匹でいいやろ、だから、まゆちゃん枠で山田がなんとか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 なんか、まあまあそんな感じ、そんな感じ、なんか NG 引っかかってるけど、減らってるから上げる、 2×5 は 11.3 パンを渡す、 OK、 うーわマジで、あ、俺おる、はい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 、はい、立候補、減らってるからあげる、さっき別れたって言ってた子か、ちょっと、立候補、この無料のアイテム3個で10円になるわけないやん、これ無料なんで3個で10円になってたら、俺もう笑い止まらんわ、その人じゃないけど来て、どこパオン、どこ、どこ？どこですか？わあ、モテキ来た、やばい。モテキ来た、ゴコパン。え、どこに行ったらいいですか？お姫の夢叶えに行くぞ。東京、はい、わかりました。明日、ご連絡お待ちしております。はい。はい。明日ご連絡お待ちしております、言うたら。明日、ご連絡お待ちしております。はい。僕は明日東京に、明日というか本日いてるんで、はい。はい。3×2 は6パオン。おい。配信出れんの？ブロッコリーと豆腐が好き。お、ブロッコリー買うか。ブロッコリー買おう。姫夢シリーズ。待望の東京編。東京銀銀物語。配信出れますか？配信出れます？そう、いつか、あの、課金まずいく、やばいな、口元イキリストになってきた、じゃあ明日あれやん、あの車で行かへんから、乾燥ブロッコリーと豆腐あるからそれあげて、水分多いと、ブロッコリー乾燥してなあかんの、電子レンジとかやったらあかんのかな、電子レンジとかってあかんのかな、
うちには3年後ぐらい、いや、来月行くでって。え、来月、いや、予約いっぱいやな、来月行くで。あ、来月ちゃうわ、来月か。うん、来月行くわって送っとこう。うん。あ、来月行きます。あ、え、ちょっと、ちょっと、うん。あ、乾燥してなあかんねや。あの、何？普通のブロッコリーとかってあかんねや。あ、おはよう、リオンちゃん。うん。うん。いよいよ、ガチ恋になりつつある、リオンちゃん、おはよう。え、お前、今日、美容院行った？行ったで。美容院ちゃう、散髪屋。配信中に LINE 来るよ、バンバン。うん。うん。あ、そっか、リフォームあるから無理なんか。うん。で、リフォーム終わったら呼んで。え、リフォー、え、ちょ待ってな。一回、電話してみるわ。もしもし、え、リフォームなく あってもなくてもいいやん、別にそんな、うん、え、だってな、ゴダゴダしてる時に誰か来られたら嫌だもん。じゃ、だから映したらあかんもんは映さへんから、別に。じゃあ、お部屋のドアとか全部リフォームなんだ。うん、じゃ別にいいやん、俺がリフォームしたるやん。は？いや、ヤマト工務、絶対無理。ヤマト工務店なんで、うん、絶対無理。え、いけるいけるいける、うん、下手くそさそうだから。ああ、床の上もリフォームもうまいです。絶対下手くそ。いやいやいや、うまいから。うまいに決まっとる。そういうこと言う人は絶対下手くそ。いやいや、うまいから、うん、うまいから。だって前に車の運転とが上手な人は、うん、床も上手なんだとか言って、うん、言ってた時になんか駐車をね、変な風にしてた。うん、で、いいねん、それは。失敗してたよ。こだわりないもん、こだわりないもん、俺別に。うん。一回で止めんでよ、もん、駐車とか別に、うん。すごい、なんか、スレスレのところに止まって、自分が降りれなくなってたよ。それはやっぱ技術が良すぎるから、寄せてまうんやて。違うよ、下手くそなんだよ。うん。うん。まあ、うまいけどな、言ったら。下手くそだし、はい、なんか、子供だし。はい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 、何よ、もう想像をかきたてて脳内でそっちに走ってるやろ、うん、ないない、うん、いや、タイプじゃないもん。まあ分かったよ。じゃあ、まあ、いざ俺が、うん、あの、うん、玄関の前に立ってた時に同じ態度取ってくれよ。そうしたらよ。いや、全然取るよ。うん、やめなく、うん、どんだけうぬぼれてんの？おう、やまだくん。うん。気持ち悪いね。うん、うん。まあでも、やっぱ俺、ひきこの声が聞きたかったから。うん。声が。なんか、色恋路線に走るの？いや、色恋路線には走らんやろ。どう考えても。あ、そう。あ、もうここパオゴシ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 ここ、うん、姫の夢叶えます。うん、楽しみにしてるね、うん、姫の、おう、まあ見ててよ。お、今、うん、姫が、お、あの、あれなってるらしい、減らってるらしいから。はい、 5×5 は29。パオアザスゴシゴシゴシ、うん、スーパー姫見てる方が楽しいから。ああ、うん、まあでも最近ほんとつまんないかったから、面白い配信頼むよ。はい、ハードル上げないでください。ハードル上げないでください。うん、うん、はい、頑張ります。うん、頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、よし、お、姫の夢叶えに行こうか。うん、もうちょっと焼いてきて。ああ、姫の夢叶えに行くか。ああ、姫の夢叶えに行くか。ああ、え、ほんで5個くれてる人、ああ5個くれてる人、ああ、あの、ツイッターとかから飛んで、ああ、適当に LINE とか追加して、ああ、いや、ちょっと焼いてんねやろ。おい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 、モテキ到来ですか。ああ、モテキ到来ですか。うわやだ。え、なんで？なんで 5×5 は28パオン？オッケー。
おう、なんで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 、理由は、なんで嫌なんですか。 5×5 は25、 OK。 え、なんで、なんで、で、わかった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 、ね、ネタにはせん、ネタにはせん、ネタにはせん、どう、でデート企画とか、うん、ネタとかにはせえへん、わかった、うん、そのひでえネタにはせえへんからひでえネタにはしないから、あれな、あの ホワイトボードとかでああいうのよくやってるけど、うん、それはそれ、これはこれやから、うん、そうだよ、ご飯ありがとう、うん、あーじゃちゃうよちゃうよ、あの徳兵衛さん、あのこうはならんから大丈夫だよ、うん、こうなる人ってちゃんと登場人物全員言ってる人前提やから、うん、そう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 、うん、心配せんでも、うん、もうどのエピソード1個取っても だいぶやばいのばっかりあるから、ここにこうするわけで、うん、別にあれだよ、うん、大丈夫だよ、せやわな、怖いよな、うん、自分の彼女の別れ際でもあんなネタにしちゃうもんな、怖いよね。